人の悪によって万人苦しむことあり、しかるに一人の悪を殺して万人を生かす。俺たちいつかやるピロスケ副社長。さあ今回はですね、剣豪の名言、そして兵法を話したいと思います。お願いします。はい、まあ兵法兵法ありますけども、うん、まあ兵法は戦術面だった、そういうことを兵法って言います。そして兵法は一体武術だったり、そういうね、体の体現だったり、そういうのを、兵法って言います。まあほんと剣豪数々いますよ。でもね、なんかすごい心に残る名言とか何かヒントになるものがあるかもしれないので、うん、それをねちょっといくつか発表したいと思っております。もうやっちゃって。ではまあ剣豪の名言なんですけども、うん、あのよく道っていうのがあるわけじゃないですか。武道だったりとかいろんなものに道を極めるみたいな、うん、はい、この道っていうのはまあいろんな考え方できるんですけど、一つは境地に踏み込むって意味なんですよ。おお。だその境地に踏み込んで、もういろんな思いがある、成功だったりとか失敗だったりとかいろんなものがある、それを体現してどれだけそれをまあ極めていくか、でそれに対して向き合うかっていうのが道って意味なんですよね。うん、はい、でその剣っていうのはそれがすごい分かりやすく、表現されてるんですね。ではまず一人目いきましょう。イーザファ超異彩、天真正伝香取神道流っていう、言ったら、三大源流っていうのがあるんですね。うん、はい、こっからいろんなことが派生したその一つ。ほう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 、はい、この人はこういうこと言ってます。兵法兵法兵法と、もうかなり難しいんですけどこれって、うん、あの兵法っていうのは日常生活だったら平和の強調、言ったら、落ち着いた心みたいな感じかな、うん、はい、もう暴力的なものだったらダメじゃないですか。平和の心を持続した状態でこそ兵法は光るみたいな。ああ、なるほどね。まず相手に実力を感じさせて勝つ、いったら戦わずして勝つっていうのが本当の兵法だって言ってるんですよ。でもこれちょっとね、あの達人すぎてわからないじゃないですか。うん、まあちょっとね、わかる、うん、もう境地だから。そう、我々のちょっと実力じゃちょっと理解しがたいと。はいはい、でもちょっとわかりやすいやつが、敵を含めて勝つを勝つとして、働かして勝つを勝つとする。終わり柳生こと柳生兵庫之助の言葉です。はい、八木兵庫之助が勝負を挑まれた時に、その相手の木刀を払ったんです。でその時に攻撃のチャンスだったのに攻撃しなかった。で相手に拾わせて、また払った。それを繰り返して、うん、そして相手に、あ、勝てないと思って理解させて弟子にさせたんですよ。はい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 、はい、まあ力ずくで制したりとかすることは簡単なんです、はい、でそれで理解させようとしても本当に理解できるかわからない、むしろ恨みしか残らない時だってある。本人に気づけるように働かすことが本当の活人権だっていうことを言ってるわけなんですね。うん。宮本武蔵。はい。まあ、宮本武蔵といったらもう武を体現させたような男というか、まあ、五輪の書とかもあるんですけども、うん、その五輪の書に書かれているのは一つ抜粋します。一面を捨てつるときは道具を残さず役に立てたくものなら、あの、もう命かけでそれやるんだったら、もう、プライドとか関係なく、使えるもん全部使えって話だ。あー、はい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 、はい、武蔵は一つの言葉で、兵法は死の交渉なりって言ってるんですね、うん、はい、まあ例えば農民は季節や天候を常に意識して稲作してる、商人は相手が何を必要としてるかを考えて商売してる、まあ大工だったら壊れない建物を作るために計画的に動いてそれに合った道具を準備するわけじゃないですか。時期やタイミングを読みどう戦うか、相手は何を考えて勝負をしてくるか、試合の前にどういう準備をしてどういう道具を揃えるか、それが兵法だって武蔵は言ってるんですよ。うんうん。まあ見たもの全て取り入れろとか、全てを生かして戦いっていう捉え方もまあできると思います。でそれに近い言葉を、我らが剣豪亀井信綱さんも言ってます。はあ、はい。新限りを作った人ですよね。はい。その人はこう言ってます。兵法は人の助けに使うものにあらず、替え方に飛び込み盤石に敷かれて滅せぬ心を持たねばならぬと。剣術っていうのはね、綺麗なものじゃないんですよ。そもそもが、もう根本を言うと人っきりです。はい、泥臭いものだと。はい。だから、もう、替えの中に飛び込もうが、もう、体、汚れようが、もう、滅せぬ心、それでも傷つかない心っていうか、もう、まっすぐな心を持たなきゃダメだと。うん。はい、もう、泥だらけになってもいいから、もう、金繰り捨てろ、プライドなんて、みたいな感じ。なるほどね。はい。まあ、こうやってプライドを捨てろって言ったけども、簡単に捨てれないじゃないですか。まあな。でもね、これをやるとね、後悔するっていう言葉を、塚原牧伝さんが言ってるんですね。もうすごい剣豪がこう続くな。続くね、やっぱいいこと言ってる。こちら、相手も上手なら未だ名人ならず意地ばかりなり。おお、塚原牧伝っていうのはすごい情報量と
相手の観察する力がものすごい剣豪なんですね。はいはいはい。まあ、つから僕らが勝負を挑まれて、それで、相手の情報を取ったわけです。そしたら、片手でこうやって構える技がすごい得意だと。だから、その試合の前に、お前それ使うのは卑怯者って言ったらしいの。うん。勝手だろ、俺のって言って。でも、やめろよ、それ嫌だからってずっと言い続けたのよ。うん。うん。で、いざ試合当日になった時に、相手こう片手構えたわけじゃん。はい。で、ズバッて切られた。要は自分が得意な技。はい。それを僕でんが嫌がるってことは、あ、これ苦手だということで、その技に余計固執するんですね。うん。僕ではそうやって相手を言ったら策にはめたわけですよ。はい、騙したわけね。うん。言ったら得意の技とか、そういったらプライドとか、そういうのを守ってると相手に利用されんぞっていうことは。なるほど。結構心理をこう、裏を、何心理をこう、ついたみたいな。持ってる。ちなみに、こういうことはあります。兵法をつかはむと、一筋思うも病気なり。心を一つにとどまることは一種の病気だってことなんですよ。はい。まあ、こだわりすぎるとうまく動けないし、周りが見えなくなる、自由自在に動けなくなるってことなんですよ。うん。でもこのプライドを捨てるっていうのはやっぱ堅実として大事ってのは分かったわけじゃないですか。だけど、はい、簡単に捨てられるかと、はい、じゃあもっと捨てやすいように前向きな言葉があります。うん。我、心と技を払い捨て、かくして次なる技も生まれるべし。まあ、これは資料の一部に書かれてたんで誰が言ったか分かんないんですけども、いい技とかもう体現したもの、はい、それにこだわってても進歩がないから一回捨てろってこと。なるほどね。うん。まあ、だけどもプライドを守ることは俺は悪いことでもないし、得意な技を極めるのは、いいことだと思う。なのでこういう言葉もあります。一理に達すれば万法に通ず。宮本武蔵さんが、言ってる言葉です。はい。要は何か一つを極めたら他のこともうまくいくよってことなんですね。はいはい、なるほど、はい、ちょっとわかるわ。そう、だからそれを極めたらそれに近いものに派生したりとか、逆にそれを求めて仕事が来たりとか、他の技も極めることができるっていう名言です。うん。はい。一つ野球の極意で心を返すってのがあります。はい。そのちょっと長い文章なんですけど、それが心を返すとは、我が打ったところに心を留める、心を我が身へ引き取れという義なり。心を返すってことは、言ったら集団でもし戦った場合ありますよね。はい。相手をズバッと切りました。やったー、とりあえず一人倒せたって思ってる時点でもう心は刀に持ってかれてるんです。あー、そういうこと。で、相手にもう殺される可能性がある。はい。だから、切った時にゼロの気持ち、次に挑まなきゃいけない。はい。もう過去を捨てろってみたい。はいはい、もう無意識に切り替えていけと。じゃあ技を鍛えて、そして心を鍛えればまあうまくいくんじゃないかって思うけども、そういうわけではない。はい。こちら剣対一丁、または一致と言います。はい。これっていうのは、攻撃してるときに常に防御できる心構えでいろ、防御をしてるときに常に攻撃できるような心構えでいろってことなんです。はい。要は漠然とやんなってこと。とりあえず攻撃しよう、とりあえず守ろうじゃダメだと。はい。常にこうやって進んでるときに、後退する気持ちもなきゃいけないし、後退してるときは前に進まなきゃいけないっていう気持ちがなきゃダメなの。はいはいはい。はい、それを、まあ、無意識にできたらいいよね。そう。まあ、淡々とやんなってことですよね。実力を感じさせて勝つとか、あとは、プライドを捨てるとか、なんか、綺麗事やなって思ってる人もいるかもしれない。まあ、なかなか体現するのは難しいわな。はい。その人におすすめな言葉がある。一人の悪において、万人苦しむことあり。しかるに、一人の悪を殺して、万人を生かす。まあ、もっと長いんですけども、ちょっと以下省略して。これは、柳生の兵法書に書かれてるんですよ。はい。柳生って活人剣って言うんだけども、ちょっとダークな一面がある。はい。言ったら、一人の悪を殺して万人救うんだったら、一人殺せばいいじゃん。それこそ本当の活人剣だみたいなこと言ってるんですね。あー、一人の犠牲で済むならばみたいな。まあ、実は、活人剣あるじゃないですか。うん。はい。あれ、本来の意味は、悪を切るってことなの。うん。だから、人を生かす剣って言うけど、相手を生かすんじゃなくて、悪を切って周りを生かすっていう剣なの。本当の意味はね。だからこの言葉は、周りに害をなすなら、どんな手段を使っても始末しろっていう意味の言葉でもあるんですね。もう、ビルス切られちゃうよ。そんなこと言うの？害をなしてるんじゃないの？害をなしてねえよ。敵に向かい、死を極めて打ち申すこと。次元流の東郷重方さんです。おー、先生。一撃必殺と、まあ名高い剣術なんですけども、うん、はい、これエピソードがあって、ある日重方が、外にワン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 犬が吠えてると。で、うるせえからお前ら切ってこいよって弟子に命令したわけです。で、何人かの弟子が行って、それで戻ってきた時に全く刀が傷ついてない、
来たら地面に擦ることなく犬切りましたよみたいな感じでした。あ、うまいことやりました、うまいことやりました、褒めてくださいと、うん、したらバカ野郎っつって C 方が刀抜いて、バンみたいなのがあったね、ここにね、それをブワーンって切って、それを真っ二つにして、さらにその下の畳も真っ二つにして、その畳の下にあるいったら柱みたいなそういう木あるじゃないですか、うん、それを真っ二つにしたのよ。へへ、すごくない？うん、要は中途半端なことすんな、なんならやんなってこと。おー、うん、要は格好つけたいとか、うまくやろうって考えんなって、うん、自分の命、相手の命も失う格好でやるこそが本当のキルだって言ってんだよ。おー、すごいね。剣術とは敵を殺伐とすることなかった。幕末の剣術家平山幸三さんが言った言葉です。相手も緊張してるわけじゃないですか、殺伐としてるっていうことだから、うん、はい、だから相手がよりこう避ける可能性がある、いつもより、はいはい、ビビってるから、だから自分もいつもよりより踏み込んでいかないとダメだよっていうことなんですね。はい、もう実践と稽古ではちょっと違うと、ちょっと違う、はい。で最後、世の中の断りは専門に勝負のごとくと、おう、はい、無双直伝栄心流っていうのもあるんですね、うん、それを習っていたいつかやるピロスケってやつがお風呂で思いついた名言。お前かよ。お真剣に聞いてお前無駄だったわ今。言ったらセミっていうのはね、7年間地中に埋まってますよ。世の中のものっていうのはなかなか芽が出ないことが多い。でも言ったらこうやって地中に出た時にセミのように一瞬で終わるかもしれないけど、その一瞬の輝きが大事だっていうことなんですね。僕はそういう気持ちでやってます。ちょっとわかんないな。まあね、これいろんな言葉があるんだけども、いろんな意味として捉えられるんですね。はい、うん、ただどれが正解っていうわけじゃないんですけども、まあね、こっからなんかヒントを得れることはたくさんあるんじゃないかと僕は思います。どうだ、はい、まあ最後の以外はな、ん、いや、うんじゃねえよ。早く閉めろ俺。ということで、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますのでフォローよろしくお願いします。お願いします。